1+1 アンロック解き放てと題したこのアート展、既成概念から解放し和紙の将来性を広げようと石州勝地板紙を制作している江津市風の工房の職人夫婦佐々木誠さんと里見さんが共作した作品30点が展示されています。縦 2.5 メートル、横 4.5 メートルある大作、草木たちの集いは、工房近くに生えている草木45種類を押し花にしたものを和紙に挟み、障子のように並べたもので、バックライトを照らすことで、それらの造形の素晴らしさが引き立ちます。こちらの白い固定のような作品は、神楽面のように和紙を粘土に重ね張りして作ったもので、影の出方で印象が変わる不思議な作品となっています。このアート展は江津市の今井美術館で来月1日までです。